これが TBS、サンモニ、と、張本氏の謝罪文の全文。五輪女子ボクシング蔑視発言をめぐる大御所の反省談話にネットはさらに炎上。日本ボクシング連盟は12日、東京五輪の女子ボクシング、フェザー級で日本女子として史上初となる金メダルを獲得した入江聖奈、20、日体大、について TBS の情報番組、サンデーモーニング、内でコメンテーターの張本勲氏、81、が、女性を呼びボクシングを蔑視した、と取られる発言をした問題についての謝罪文を TBS から受領したことを発表した。張本氏は、8日放送の同番組内で、女性でも殴り合い、好きな人がいるんだね。どうするのかな、嫁入り前のお嬢ちゃんが、顔を殴り合って、こんな競技好きな人がいるんだ。それにしても金だから、あっぱれをあげてください、と発言。この、女性を呼び、ボクシングを蔑視した、と取れる発言に対して、同連盟は12日付で TBS の佐々木拓社長宛てで、ボクシング競技が、単純な暴力的な殴り合いではないこと、技術を駆使した競技であることをご理解いただき、また女性だから、そんな競技に取り組むべきではないという多様性を否定するような番組内でのご発言を、視聴者の皆様に対して訂正をしていただきたく文書を発させていただきました、と、謝罪ではなく発言内容の訂正を求める抗議文を発送していた。TBS は、真摯に対応させていただきたい、と返答していたが、12日付で、発言に至る経緯説明と、張本氏自身の反省コメントを添えた謝罪文を、同連盟に送付した。謝罪文は、TBS テレビ報道局、サンデーモーニング、制作プロデューサーの金富隆氏の名前で、日本ボクシング連盟の内田挺進会長宛てに、サンデーモーニングでの張本勲氏の発言について、という題目をつけて出されたもので、以下がその全文。私どもが放送している、サンデーモーニング8月8日放送での張本勲氏の発言に、鑑識連盟より遺憾の意を表す書面を拝受いたしました。張本氏の発言は、オリンピック女子ボクシングフェザー級の入江聖奈選手、日本体育大学が金メダルを獲得したことについて、日本中が沸き立つ快挙であり、この目覚ましい成果に対し、あっぱれ、との賛辞を送り、称賛することが本意でした。しかしながら、張本氏の発言の中には、ご指摘のように、女性を呼び、ボクシング競技を蔑視した、と受け取られかねない部分があり、これについては、本来であれば、番組内で、対応すべきでした。当番組として、不快に思われたボクシング関係者や、視聴者の皆様に、誠に申し訳なく存じます。今回の発言について、張本氏は、次のように述べています。私はもともとボクシングが大好きで白井義男さんやファイティング原田さんが世界チャンピオンになった時に飛び上がって喜びました。今回、入江選手が金メダルを取った時も飛び上がって喜んでいました。今回の私の発言は言葉が足りませんでした。入江選手の快挙を唱えるとともに自分も金メダルを取れるのではと思って、ボクシングをやる女性が増えてほしいということを本当は言いたかったのです。言葉足らずで反省しています。私どもとしてはコメンテーターの発言も含め番組の姿勢が多様性を否定するかのように受け止められることのないよう一層留意しながら番組作りを進めてまいります。女子競技は男子競技以上に安全面に配慮されているとの綺麗名のお考えについて理解を深めながら今後ともボクシング競技をはじめとするスポーツの素晴らしさを伝えてまいりたいと存じます。ご理解を賜れば幸いに存じます。連盟の抗議文は佐々木社長宛てで出されていたが、謝罪文の差出人には連盟でも社長の名前がなかった。TBS のトップが管理責任を逃れ、現場の番組制作サイドに責任を押し付けたと取られてもおかしくない形になっているが、この謝罪文で連盟側は納得。当連盟からの抗議文に対して内容を十分に汲み取った迅速かつ真摯な対応をしていただいたと思います。
と理解を示すコメントを発表し、東連盟は今後も各メディアと協力し、ボクシング競技と選手たちの魅力を伝えていきたいと思います。皆様の温かいご声援をよろしくお願いいたします、とした。だが、ネット上は、この謝罪文の内容をめぐって大炎上。火に油を注ぐ状態となっている。一報を報じた記事のヤフーのコメント欄には1万件を超えるコメントがついている。ネット民の批判の敵となったのは、張本氏の言葉足らずという釈明部分。ヤフーのコメント欄では、言葉足らずではなく言葉が過ぎた、言葉足らずの一言で済ますことができない。張本氏は問題の本質を理解しているのだろうか、見苦しい言い訳。このコメントと放送中のコメントが繋がらない、などという厳しい意見が多く、張本氏の反省コメントに対し、あっぱれ、ではなく、かつ、の声がほとんどを占めた。東京五輪パラリンピック組織委員会会長だった元総理の森喜朗氏が、女性蔑視発言で辞任に追い込まれた事例に重ね、番組の打ち切り、あるいは、張本氏の降板を求める意見も少なくなかった。放送内のコメントと、ボクシングをやる女性が増えてほしいということを本当は言いたかったのです、という説明は、到底結びつくものではない。しかも、張本氏は、小白井義雄やファイティング原田氏の名前を出しているが、二人はプロボクシングの世界王者であり、アマチュアボクシングとは似て非なるもの。プロとアマでは、ルールもラウンド数も、軽量に縮も違い、世界ベルトの価値と金メダルの価値は比較できるものではない。日本でただ一人、その両方を手にしているロンドン五輪金メダリストで、うつつ WBA 世界ミドル級スーパー王者の村田亮太、定権は、客観的な価値観で言えば世界ベルトより金メダルが上。でも主観的な喜びで言えば金メダルより世界王者が上、と語っていた。張本氏が、反省コメントの中で例に出すべき名は白石や原田氏ではなく、57年前の東京五輪のバンタム級で日本人初の金メダルを獲得した桜井孝雄氏や、1960年のローマ五輪で銅メダルを獲得した田辺清氏だったのだろう。野球界の大御所である張本氏のアマチュアボクシングに対する理解と認識の浅さを示す反省コメント。だが、何も競技に対する知識不足は悪いことではない。ただ、その本質を知らない競技であるのならば、公共電波に乗って視聴率を稼ぎ、影響力がある番組内の言葉は慎重に選び配慮すべきだった。張本氏が金字塔を残した野球界のプレーの拙なさやチームの負けに、勝つ、とやるのとはレベルの違う話である。多様性が尊重される時代なのだ。また、この謝罪文は、あくまでも日本ボクシング連盟に向けて出されたもので、15日の番組内で発言に関する説明及び謝罪が行われるかどうかも明らかにされていない。同連盟が発言の訂正を求めたのは番組の視聴者に対してなのだ。制作プロデューサーも、本来であれば番組内で対応すべきでした、との反省を口にしているが、番組内で張本氏の女性を呼びボクシングを蔑視した発言を正すような姿勢が、マックの関口博史氏や他のコメンテーターになかったというのも問題だ。サンデーモーニングがワイドショーと一線を画す情報番組を目指しているのかどうかは知らないが、番組そのもののリテラシーの低さをさらけ出すことになった。日本ボクシング連盟にこれ以上ことを荒立てる考えはなく、この問題はこれで一件落着となったが、異例の抗議文の意義と、日本ボクシング連盟がここまで積み重ねてきた努力を、サンデーモーニングの現場だけでなく統括する TBS のトップが深く問い直すべきだろう。分析本郷陽一、ロンスポ、スポーツタイムズ通信社。